こんにちは、ジンジャーです。皆さんお元気ですか？今日もアメリカ南カリフォルニアから発信しております。今日の話題は、私のところに届いた請求書、病院からの請求書だったんですけれども、もうそれに私非常に怒りまくって、この 2,3 日もう食べるものも食べられず、よく眠れず、とっても大変な思いをしましたので、それについてお話ししたいと思います。3日ほど前に病院からお手紙が届いたんですね。で、大体その窓がついているので、あ、これなんだろう、すごく嫌な予感がしたんですね。それでその封書を開けてみたら、ものすごく大きな字で、請求額17万円、11月10日までに支払うことって大きな字で書いてあったんですね。それでもうドキッとしてびっくりして、で、後ろのページを見てみたら、3ヶ月ぐらい前に大腸検査を受けた時の麻酔代が17万円らしいんですね。で、それが本当は健康保険でカバーされているはずなのに、私のところに直接請求書が届いていたんですね。なのでびっくりして、まずは保険会社に電話したんですね。で、保険会社のエージェントの方が調べてくださったんですけれども、その方が言うには、病院から請求書が来た記録がないので、まずは病院に電話して、その麻酔代の分を保険会社に直接請求するように言うように電話しろって言うんですね。なので一旦保険会社との電話は切って、今度は病院の経理課の方に電話をしたんですね。で、経理課の方が出て、話したんですけれども、今度は経理課の人が、2ヶ月前に病院の方では保険会社に請求したんだけれども、そのあなたの保険会社に支払いを拒否されたので、未払い分は患者のあなたに払う義務があるので、請求書をあなたに送りましたって言うんですよ。でね、この大腸検査っていうのは、主治医に健康診断の一環として受けろと言われたから受けたんですね。ものすごく基本的な健康診断の一つだったんですよ。それなのに17万円も払わなくちゃいけないっておかしいじゃないですか。もう私ものすごく怒って、で、それで今度はまた保険会社に電話をしたんですね。で、今度はもうエージェントに、私もちょっとイライラしてましたから詰め寄って、どうして病院側はこういうふうに言っているんですけれども、2ヶ月前に病院から請求があった時に支払いを拒否したんですかって聞いたらば、今度のエージェント、毎回毎回違う人と話さなきゃいけないんですけれども、今度のエージェントはまた詳しくいろいろ経緯が向こうのデータベースに書いてあると思うんですけれども、いろいろ調べてたんですね。で、これね、保留にされてね、30分ぐらいずっと待ってたんですけれども、彼女の回答は、健康診断の一部なので絶対保険でカバーすべきであって、そもそも病院からの請求書が患者のあなたに行くのがおかしいって言い出したんですね。なので、今度はその保険会社のエージェントが私を保留にしたまま、病院の経理課に電話をしたんですね。なので、私と三者通話が始まったんですけれども、向こうでいろいろ話しているみたいなんですね。なんか交渉が始まってるみたいなんですけど、そこでまた30分ぐらい私保留にされたんですね。で、結局保険会社のエージェントがその後また回答をしてくれたんですけれども、結局その請求書というのは、やっぱり健康診断の一環であるので保険でカバーしなきゃいけないっていうことで、結局のところ全請求額は保険会社で全額負担となりますので、私の方に届いた請求書は無視してくださいってエージェントの人に言われて一件落着したんですが、もうここまで来るのに一体何回電話をして、とにかく2日ぐらいかかったんですね。丸2日ぐらい。
でも本当にこれが一件落着した時、私疲労困憊してしまって、前の晩はもう不安で不安でまともに眠れなかったし、もう食事も喉に通らず、もうなんでこういうことで私の貴重な時間とこの心労、心の心配というか心労がね、もう取られてしまうのか、もう怒りしかないんですよね。もう本当にアメリカの健康保険制度ってもう嫌い、本当に嫌い。まあ、でもね、思うんですけど、そもそも健康保険の云々よりも、そのアメリカの医療費自体が全くこう政府でコントロールされていないというか、こう標準化されてないんですね。なので医療機関が請求する医療価格自体がもう何の根拠もない法外な価格設定で、もうなんかぼったくりし放題なので、そこが問題なんじゃないかなと思ってるんですよね。そこがどん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 値段を吊り上げてくるので、結局保険会社もどんどん保険料を上げていかないと成り立たないみたいな形になってると思うんですね。まあ、そういうことで今回は一件落着でしたが、もう本当にね、アメリカで医療機関にかかるのはね、毎回毎回恐怖なんですね。はい、ということで、今回は私の健康診断ごときでもう17万円も請求されてしまったというアメリカの、医療保険の事情をシェアしました。では皆さん、今日も聞いてくださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。では皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。